皆さんこんにちは。改めて自己紹介しますが、僕はミラコスタとディズニーが大好きなピチピチのアラサー。トーデリゾーの世界観がこの世で一番好きで、毎月その世界に飛び込みに行っている。ただ僕は遠方組、トーデリゾーで使うユキチ、ウメコ、ヒデオ以外にも移動費などにもユキチらがかかってくる。そしてお金以外にも近場に住んでいる人たちよりも膨大に消費するのが時間。今日はそれがしのような遠方組がどれだけ苦労して東寺リゾーに赴いているのか、すべて紹介していこうと思う。そしてさらに今回は東京ディズニーリゾート40周年、食べ物は40周年限定メニューしか食べず、さらに花火やパレードも見ることができ、なかなか衝撃を受けたため一緒に紹介させていただく。それでは遠方組のお泊まりディズニーは全部でいくらかかるのか、この動画で全て紹介していく。目を覚ませば雲の上、僕はどうやら飛行機に乗っているようだ。この飛行機は数ヶ月前に航空会社のセールで予約した便、往復で約16,000円。僕は毎月トーデリゾーンに行くと決めているので、航空会社がセールをやり始めたら少しでも安く抑えれるよう、とりあえず数ヶ月先まで日付は適当に予約する。そしてその日に合わせてミラコスタやその他ホテルのキャンセル拾いをする。先にディズニーに行く日を決めるのではなく、飛行機のセール日に合わせて行く日を決める。変な男だ。約1時間ちょいのフライトを終え、羽田空港に到着。少し前に比べ羽田空港は人が多くなった。羽田空港から東寺リゾーまではバスで向かう。片道1,000円、往復で2,000円だ。心の中で遠方組がよく歌う曲を歌う。トーディリゾーまで遠いよ、でも楽しみだな。大体の視聴者がこの辺りで再生をやめる。ということでアンバサダーホテルに到着。もうすっかり夜だし、今日はとりあえずホテルで寝て明日に備えるだけ。なわけがない。これからホテル宿泊者特典で予約していたシェフミッキーに向かう。シェフミッキーはレストランでありながらとてもディズニー感を味わえる。ナイスなレストランだ。ちょっと一旦ストップ。それがし、この喋り方疲れたのでもう普通に喋ろうと思う。ということでシェフミッキーにやってきたんですけど、シェフミはパインしなくても超ディズニー感を感じられていいですよね。ミッキーと会ってきたんですけど、コミ不足にとってグリーティングは何を喋ればいいのか分からず、かわいいしか出てきません。話したいのに話せない、そんなコミ不足相手でも場を盛り上げてくれるミッキーとキャストさんの神対応でした。好きですね。今回は記念すべき40周年のディナービュッフェをいただいたんですけど、内容や味の感想に関してはまた後日違う動画で紹介します。ちなみにディナービュッフェは大人6400円でした。素敵な体験をできてこの金額、安い。ということで今回はアンバサダーホテルに泊まるわけでもなく、トイストーリーホテルに宿泊します。4月で記念すべき1周年を迎えました。いやー、1歳には見えない大きさですね。今回宿泊したのはスクエアビュー。以前もスクエアビューに宿泊したわけですけど、今回はこんな感じの見た目でした。ウッディがマジ地形です。映画では分かりませんでしたが、ウッディやボービープ、こんなに大きいんですね。実は今日夜遅く到着するので、ミラコやランホを予約すると滞在時間が少なすぎて後悔しそうだと思い、トイホを予約したんですけど、普通にトイホでももっと余裕を持って過ごしたいと感じました。もし夜遅く到着する方の場合、その辺が注意ですね。さあ、ここまでに使った金額は57,120円、57,120円、57,120円、57,120円。ここからが本番です。パークと2日目のホテルでは一体いくら使うことになるのか、遠方組のリアルしっかり見届けてください。ということで朝です。本日はディズニーランディにパインします。この動画で久しぶりにハッピーエントリー、略してハットリーをしたらすごく楽しかったので、今日もランドリーへハットリーしていきます。ハットリーするときはね、
ハットリー専用の列の一番右の列が比較的早く進むらしいので、私は今回もこの列に並びますということでパインしました。本日のチケット代は8400円。ちょっと天気は曇り気味ですけど、ここに来ると空が気にならなくなるほど心が晴れます。今日もちらほら開園ダッシュが見受けられますが、普通に危ねえ。これは僕の中で確信していることがあるんですけど、心に余裕がないやつほど走ります。ハットリーの特権といえばこれ、キャラたちにこの時間帯に会えることです。もうこの方たちに会えただけで遠方組の心は満たされていきます。尊い。ハットリーで見れるこのまだゲストが少ない景色はとても貴重ですね。ということで、まずはランディで最も人気のアトラクション、美女と野獣を楽しんできました。毎回言っていますが、ディズニーのアトラクションって世界観やクオリティがいい意味でやばいのに、チケット代1000払えば基本無料で時間の許す限り体験できるのってすごいですよね。待ち時間が大変な時とかはね、有料で買える DPA もありますので本当にありがたいです。いや、こんなことはぶっちゃけどうでもいいんですよ。僕は今日一つ重要なことを確かめにマイハーマーにやってきたんです。今から実際に確かめに行くのですが、そこで真実がわかると思うと心拍数が上がってきました。僕は今日何を確かめに来たのか分かる人いますか？実は4月、トーデリゾーでは大変なことが起きました。なんと、日本人すべてが愛するティポトレタのチョコレート味、スイートポテト味がトーデリゾーから姿を消したのです。そして代わりに登場したのが、ティポトレタ、チョコレート&オレンジ、略してチョコレンジ。しかも、しれっと値上がり。はっきり言おう、僕はチョコとオレンジを組み合わせる食べ物が好きではない。だがしかし、やばいやつって聞いてたけど、喋ってみたらいい人だったよ。という現象が、ティポトレタでも起きるのではないかと思い、今日確かめに来たのである。果たしてティポレンジには、チョコレートスイープを押しのけてまで出てくる価値があるのか。いざ食す。いやさ、これは本気でやばい。マジで。想像の10倍美味しい。オレンジとチョコレートの組み合わせの食べ物は何度か食べてきましたが、これまでは本当に体が拒否反応を起こしていました。今だから言えますけど、自分のメンバーシップ限定ライブ配信でも、いや、スイポとチョコレ味なくしてチョコオレンジおかしくなっちまったかと散々な言いようでした。だがこれはどうでしょう、そんな僕でも食べれる、いや食べさせてくださいと言ってしまう味、この世で唯一チョコレートとオレンジの組み合わせに成功した食べ物です。見てください、僕もこんなに手のひらを返しています。オレンジ感が強いわけではなくて、チョコレートとこのティポトレタ独特の食感を楽しんでいる中に、オレンジの風味が少しだけひょっこり反します。いや本当に大好きですね。これ作ってくれてありがとう担当者さん、ラブ。そしてこれから、なんとラッキー、まだ15日前だったんですけど、ディズニーランドの新しいパレードハーモニー・イン・カラーがあるとのことなので、2本目のティポトレタを購入して待機します。これからちょっとだけ流すので、まだ見るのを我慢している方は10秒飛ばしてくださいね。いやすごい良かった。新しいパレードということももちろんですけど、やっぱりダンサーさんたちがいてくれるというのは嬉しいことですね。想像以上のパレードで大満足でした。ぜひ生で見てね。さあ続いてやってきたのはカントリービアシアター。フォロワーの方に教えていただいていこう。僕はランディにパインするたびにここに来ています。待ち時間も短くてゆっくりできるので、ゆっくりするのが好きなアラサーにはもってこい。あえてどのクマかは言いませんが、僕の自身に似ているクマがいるので、それを見るたびに、ああ俺も将来こんなクマになるのかと一人でニヤニヤしながら見ています。基本いつでも空いているので、まだ見たことがない方は見たい時に行ってみてくださいね。今日は僕の中で食を楽しむワンデーだと決めているので、いろいろと食べようと思います。次に狙いを定めたのはアイスクリームコーンにあるスペシャルサンデー。ソフトクリームの下にグラノーラ、ピーチ、ベリーソース、チーズクリームが入っています。このキラキラしたやつは何でしょうね、夢のかけらでしょうか。とてもいい食感でした。最初は上の部分のソフトクリームを食べながら美味しいなーって思うんですけど、
だんだん下のピーチとかが近づいてきて混ざってきたら、その美味しさが増し増しになります。なんていうか、よく下半身の力を抜いているパフェを他のレストランでよく見ますが、このスペシャルサンデーは下に行けば行くほど楽しくなります。これはめちゃおすすめしたい。後からまた40周年から登場したものを食べますけど、今回結構おすすめしたいものがたくさんありますね。続いてはモンスターズインクライド&ゴーシークにやってきました。久しぶりですが、この前ディズニープラスでモンスターズインクを見たら、なんか乗りたくなってきたのでやってきました。このアトラクションすごい作りだなって個人的には思っていたんですけど、総工費はいくらだと思いますか？1兆円？いやいやいや。1000億円？いやいやいや。なんと100億円だそうです。ということで、続いて食べるのはこちら、トゥモローランドのスペシャルセットです。普段は健康を意識しているので、ハンバーガーやフライドポテトは食べませんが、ディズニーは別、ここの食べ物は信頼できます。開けたらこのようにベイマックスバーガーになっているんですけど、なんかこのベイマックスちょっと怒っていませんか？眉間にシワが寄っています。牛カルビ&マヨネーズということで、男女大好きな味だと思います。とても美味しかった。これからベイマックスを見るたび美味しそうって思っちゃいそう。ここまで使った金額はこんな感じです。これからも食事、そして何より200名のホテルが待ち構えています。一体何人の諭吉を生贄に捧げることになるのでしょうか。ということで、200名のホテルのチェックインの時間となりましたので、向かおうと思います。200名はホテルミラコスタ。今回はトスカーナサイドのお部屋に泊まります。ハーバービューやスピジのお部屋だったら、お部屋にいる時間も長く取りたくなりますが、トスカーナサイドだと比較的金額も安いので、パークをたくさん楽しみたいときは、僕はいつもここの部屋をチョイスすることが多いです。金額は 59,500 円。約6人の諭吉を生贄に捧げてトスカーナサイドを召喚しました。それでは軽く休んで、すぐにパークに戻ります。今パークに戻ってきたわけですが、軽く休むと言いながら3時間寝ていました。パーク開園中にこれだけ睡眠に時間を使ってしまうのは、遠方組としてはダメージがでかすぎます。今からこの傷が完全に癒えるほど残りの約3時間を楽しみます。後半戦、まずやってきたのはこちらのビッグポップ、ポップコーン専門店なんですけど、ここでどうしても購入したいものがありますので、それを買おうと思います。なんだかわかりますか？そう、こちらの40周年のポップコーンバケット。あとは新しい味を食べたかったので来ました。金額はポップコーンも入れて3600円。このバケット超可愛くないですか？まあでもね、可愛いだけで僕は簡単に財布を開く男ではありません。女にもグッズにも、僕がこれを欲しかった理由、なんとこのように光るんです。光る色もこうやって変わって、夜はすごく楽しいです。しかもモードを切り替えることで、このように40周年のデザインをカビや地面に映し出すことができるぞ。ディズニーだけでなく、家に帰っても40周年気分を味わおう。これからエレクトリカルパレードがありますので、待っている間食べようと思います。ちなみに中身はストロベリーミルフィーユ味、40周年から登場したフレーバーです。こちらの味はなんとこの色で分かるように2種類の味を楽しめます。パイ生地風味のポップコーンとストロベリー味のポップコーン、だからストロベリーミルフィーユ味なんですね。ちなみに僕はこれまでハニー味のポップコーンが一番好きでしたが、今回このストロベリーミルフィーユ味が僕の中ではダントツトップに躍り出ました。2種類の味のバランスが神がかっています。せっかくバケットも買ったので、お出かけの時持ち歩こうかな。これから40周年が始まるわけですが、というか動画が上がる頃には始まっているわけですが、もうワクワクが止まりませんね。今日はあと少しでパークは閉園しますが、今頃シンデレラ城が40周年デザインになっていることに気がつきました。今日は8回くらいシンデレラ城の下を通ったんですけどね。ということで40周年の花火、
スカイフルオブカラーズが始まりました。キャラの声も入っててとてもいい花火です。ディズニーライトザナイトもとても好きでしたが、今回の花火はマジでドツボで、最後の方普通に泣けました。何事にも動じず、人生で一度も涙を流したことがない男、生まれた瞬間も真顔だったそうです。そんなそれがしの瞳から一粒の涙を落としたこの花火。いろいろな値上がりはきついが、トーデリゾーの売り上げが上がることで、こうやってパークは進化していく。微力ながらこれからもたくさんの感動をいただけるよう、それがしは喜んで課金することにしよう。ということで今回使った金額はこちらです。次の日はスイに行ったんですけど、もう動画がクソ長くなるのでまた別で紹介します。そしてこれに注目、動画では出しませんでしたが、本日体験したあるアトラクションで欲しくなったので今回これを買いました。なんだかわかりますか？これでわかった人は天才ですね。答えはこの動画の最後に紹介します。ということで今回は遠方組のディズニー旅行、一体いくらかかるのか検証していきました。お楽しみいただけましたね。毎月トーデリゾーに行っているものの、40周年という大きな変化があったからか、また新しい楽しみがたくさんあって新しい世界でした。僕らがいっぱい楽しむことがトーデリゾーの応援につながるので、40周年もみんなでたくさん楽しんでいこうぜ。ということで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また1週間後にお会いしましょう。ってことでまたね。YouTube 以外にも毎週非公開の限定動画が上がるメンバーシップや限定インスタアカウント、プライベート満載のオルトブログもやっています。ぜひ見に来てね。Thank you.